attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff?名古屋はこのゲーム昇格のかかった大事な大敗戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間は名古屋グランパス対セルティック、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。名古屋グランパス対セルティック、名古屋今日は一歩も譲れません。デブライネ、これはいいディフェンス。取らないですか、レフリー。右サイドへ振って、さあカウンターを仕掛けます。パス、どうだ。マルキーニョス、このボールをカットします。ちょっと危ないぞこのパスは。ここは通しません。カーテを使います。さあここでカウンター、インターセプトを狙う。アレクサンダー・アーノルド、流れを止めます。スルーパスを狙う。ここはつながりません。ムバッペへのボール、いい展開ですね。さあ一気にカウンター、ボックス内上げる、そのままキーパーが抑えました。スコールズ、ソン・フンミ。名古屋は前半序盤ですが、今日は積極的に攻めている印象です。デイビス、さあカウンタースピードを上げたいところ。パレホ、フィルミーノからソン・フンミン。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。いや展開早くなってましたね。レバンドフスキからムバッペ、セルティック、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってから。レバンドフスキディフェンス陣の隙を見逃さない、いいプレーでした。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。ここは守備の対応、アレクサンダー・アーノルド、カウンターですよ。カゼミロ、クリスチアーノ・ロナウドからソン・フンミン。ウパメカノ、ソン・フンミン、右サイドを上がっていきます。出るか、スルーパス、ポーランドが受ける。デリフト、ここはカットします。デブライネ、デブライネから右へ、バラン、ここは読んでいました。アントニオ・リュディガー、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。フィルミーノへ、これはファウルではありません。これは合いません。名古屋カウンターを仕掛けていきます。このパスが抜ける、お、いい形じゃないですか。ムバッペ、クロスが入る、
マルティーニョス。対応します。チャンス、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。レバンドフスキ、これはクリア。バレホ、ここはつながりません。ロナウドへシュート、いや今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。ムバッペ、ユディガー、ソン・フンミンへ、フィルミーノ、どうだ、渡ります、これを読んでいた。デブライン、クリスチャーノ・ロナウド、レバンドフスキへ、ムバッペ、レバンドフスキ、クリスチャーノ・ロナウド、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。さあまずは最初の45分を終えました。名古屋としては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。名古屋グランパス対セルティック、前半を終え0対0、後半へと折り返します。早々とこの後半始まっています。名古屋としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。さあムバッペ、あ、ダメだ、狙いしましたんですがヘディング決まりません。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。いいボール入りますよ。ムバッペ、さあ上がる、ターンしっかりと抑えました。さあカウンターのチャンスになります。まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。ファールありません。スルーパスを出す、名古屋ボール、これはカット、裏を狙っていきます。これはチャンス、シュート、さらに来る、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。これは合いません。ファビーニョから左サイド、さあカウンターを仕掛ける、スコールズ、フィルミーノからホーランド、シュート、しかしこれよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたよね。名古屋今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯で局面でボールを失わないことが大切ですよね。レバンドフスキからムバッペ、さあつながるか、抜けてくる、シュート、こぼれます、縦にボールをつなぎます。ソン・フンミン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。危ないシーンでしたがここは大きくクリア。さあ来たか、自分で行く、
デイビスへのボール、いい展開ですね。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。セルティックとしてはやはり高さを使った攻撃をしてくるでしょうね。名古屋はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。この位置でボールを受けます。ここはシンプルにクリアします。アレクサンダー・アーノルド、アレクサンダー・アーノルドからのボール、シュート！いやー、キーパー素晴らしいですね。これは素晴らしい反応でしたね。キーパーいい反応でした。セルティックは今日3本目のコーナーです。キーパー触る、レバンドフスキ、さあムバッペ、スペースを狙う、このパスが抜ける、さあムバッペ抜けてくる、バラン、うまくボールに行きました。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。デブライネ、ミュラ、セルティックカウンターを仕掛けます。フィルミーノ、セルティックとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。さあムバッペ、名古屋としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。フィルミーノへ、さあこぼれた、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。柔らかいパス、これはチャンスだ、3分目拾いたい、ボール入った、これはゴラッソ、いやーなんという、いやーなんという、キーパーの弾いたボールうまく詰めました。これはキーパーのハンドルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいボールでしたね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあセルティック、土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。そうですね。さあムバッペ、コバチッチ、ムバッペ、シュート、ホーランド、ドンピシャのクロスボールだったんですが、これは決まりません。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。ここはボールを下げる、積極的な守備を見せます。コバチッチへ、スペースを狙った、コバチッチからデリフト、マイナス方向、さあソン・フンミン、おっと、倒されます。これはペナルティーエリア内、いやー、やってしまいましたね。しかしこれで分からなくなりましたよ。大事な場面です。きっちり決めなければいけませんね。決めた、これで追いつきます。ここは確実に決めてきました。真ん中行きましたよね、思い切って行きましたね。主審時計を見ながら長いホイッスル、1対1。
同点で試合終了です。さあ北澤さん、And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation.名古屋はこのゲーム昇格のかかった大事な大事な一戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間は名古屋グランパス対マドリーチャマルティン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。名古屋グランパス対マドリーチャマルティン。名古屋今日は絶対に負けられない。ファンダイ、先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。注意受けたんですけどもね、まだ荒さが目立ちますよね。ソン・フンミンからクリスティアーノ・ロナウド、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。スコールズ、レバンドフスキへ、カゼミーロ、ここはカットします。デブライン、ここは下げます。ファンダイク、ムバッペへ、レバンドフスキ、レバンドフスキからメッシ、デブライネ、さあカウンタースピードを上げたいところ。クリスティアーノ・ロナウドからソン・フンミン、スペースを狙った、自分で行く、デブライネからレバンドフスキ、チャンス来た、シュート、レミロのセーブ、ここはシンプルにクリアします。デブライネ、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。カゼミロからソン・フンミン、クロスはどうだ、シュート、レバンドフスキ、ピンポイントで合わせましたが決まりません。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから。
バランスですよね。デリフト、ここは読んでいました。ソン・フンミンからクリスティアーノ・ロナウド、これは届くか。このボールはソン・フンミン、いい形ですよ。ヘッドだ、レ・アジットボール。いやー、低く丁寧に打ち込んできました。ロナウド、マドリー・チャマルティン、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ネイマール、おっと、シュート、いやー、先制。ネイマール、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。そうですね、ディフェンスとしてはちょっと対応が遅れてシュートコースを開けてしまいましたね。まあフリーで受けて確実に決めるところも素晴らしいですけど、やはりその前にしっかりディフェンスを崩せたからこそ結果的にあの位置でシュートが打てましたよね。1対0、先制しています。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。これは合いません。レバンドフスキ、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。カゼミルからのスルーパスをカットしました。ウパメカノ、名古屋カウンターを仕掛けていきます。ここは繋がりません。名古屋としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。対応します。アスピリクエタ、左から上がっていきます。レバンドフスキ、抜けてくる。さあどうだ、クロスが入る。これを読んでいた。カゼミロ、名古屋カウンターを仕掛けます。レバンドフスキからクリスティアーノ・ロナウド、お、これいいですよ。上がる、ヘディング、いやー、追加点。怒涛のゴール、勢いが止まらない。クリスティアーノ・ロナウド、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。得点を重ね2対0という展開。マドリー・チャマルティンとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマドリー・チャマルティン。ウバッペ、スコールズ、マルティネス、レバンドフスキへ、デブライネ、ソン・フンミン、さあカウンターのチャンスになります。クリスティアーノ・ロナウドからレバンドフスキ、絶好の位置、ボールはクリア。ここで前半が終了しました。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね。特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。名古屋グランパス対マドリー・チャマルティン、それでは続けて試合をお楽しみください。さあご覧のように後半スタートしています。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、積極的に仕掛けて1点返したいですよね。はい、これは合いません。
裏を狙っていきます。この位置で受ける。ここは繋がりません。デブライネ、さあ左サイドへ、ムバッペ、もういいですね。リズムを刻む、わずかに合いません。ここはクリア、落ち着いて対応します。ジョルジーニョ、レバンドフスキからクリスティアーノ・ロナウド、来たか、フリーで受けた、ネイマールに渡る、中に入れる、スピード上がってきますよ。スペースを狙う、抜けてくる、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、自分で行く、シュート、いやーゲット、フランバース、後半いきなり決めます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ名古屋、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、この後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっと分からなくなりましたよね。ここでマッチアップ、クリンポン、ここは通しません。マドリー・チャマルティ、そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。シュート！高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。体を張ります。ロナウド、ファンダイク、このボールをカットします。このボールに触ります。ネイマール、これは合いません。デブライン、裏を狙う、ムバッペのボール、サイドを使います。リターンからどうだ、キーパー直接処理しました。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。さあシュートレンジだ、レバンドフスキ、シュート、もう一回、あとムバッペ、来た、レミロのセーブ、さあ、ともに選手交代があるようです。イニエスタ、このボールをカットします。いい攻撃の形は作れてますよね。終わるわけにもいかないですからね。抜けてくる。さあ、中央へ。クリスティアーノ・ロナウド。スルーパス。おっと、いいボールですよ。ネイマールへのボール。さあ、上げる、中央へ。そのままキーパーが抑えました。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。ミューラーへ。さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。名古屋としてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点押し上げたいですよね。ここはすぐ奪い返します。さあ、ソン・フンミン、
いやもうギリギリのクリアって感じですよね。Substitutions taking place. マドリー・チャマルティン、立て続けに選手を入れ替えてきます。クロスを入れる。いやーどうかー、フランパース。このゲーム終了間際での同点弾。レバンドフスキチェックを受けていましたが、しっかり決めてきました。いや寄せられてましたけど、しっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。名古屋が最後のカードを切ります。同時に2人の選手が入れ替わります。さあ名古屋、土壇場での同点劇です。いやー踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。手元の時計ではもう時間がありません。さあアディショナルタイムは2分。ミュラー素早いパスで攻め上がっていきます。ベンゼマに渡る。さあここでカウンター。ミュラーどうだこのシュート。いやこれは見事なゴール決まった。いやこれは素晴らしい。いやなんというナンバー21得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。